皆さんこんにちは、 PQ チャンネルの植松です。今日は検査で虫を見つけた時に虫の種類を特定するためにどんなところを観察しているのかを上司のお二人に早押しクイズに挑戦してもらいながら紹介します。挑戦者は五十嵐さん、北村さん、 PQ です。ルールを説明します。問題は全部で4問、分かった時点でボタンを押して回答してください。正解するごとに1経験獲得です。間違えたらその問題は回答できません。最下位の人には貿易勘試験を受け直してもらいますので皆さん頑張ってください。問題あります。第1問、 PQ の大好物であるアブラムシの背中には身の危険を感じた時に警報ホルモンという物質を分泌する角上管という器官が存在します。角上管の形は種類によって違うため種を見分ける時のポイントの一つになります。それではここで問題。モモアカアブラムシの角上管は1から4のうちどれでしょう。あ、早い。はい、ピーキュン。おー、正解です。ちなみにピーキュンは美味しいアブラムシを見分ける時にどんなところを見ているの。さすがPKだね。第2問、アザミウマは1ミリほどの小さな虫で輸入検査でも世界中の切り花、野菜、果物、苗などいろいろな植物から見つかります。体のさまざまな部分に違いがあるのでその特徴をもとに種を見分けます。それではここで問題。次の特徴に全て当てはまるアザミウマはどれでしょう。北村さんどうぞ。みかん黄色アザミウマ。正解です。ちなみにどこを見て判別しましたか。最初の写真で全鏡の指紋の数が多いのでこれはネギアザミウマじゃないなってなりまして、で次の写真が真ん中のところにこう感覚器っていうのがあるんですけど、まあ、平津花アザミウマにはこれがないので、まあ、これは違うとなりました。で3枚目の写真の時に串場状突起っていうのの形で最後に4番のみかん黄色アザミウマが残りました。アザミウマのプレパラートを作る時に気をつけてるポイントとかってありますか。羽が体に重ならないようにちゃんと広げる。羽のところに毛が生えてるんですけど曲がってると数えられなくなっちゃったり、体に重なると今度は体の特徴が羽で見えなくなっちゃったりするから気をつけて標本作ってます。あとはプレパラートを作って虫の体を透明にするために炙るんですけども、炙る時にカバーグラスが爆発してしまってそれをしないように気をつけてます。あの炙りすぎるとなんか虫が破裂しちゃって見れなくなっちゃいますよね。私はスライドグラスが割れたことがあります。スライドグラスやりすぎます。第3問、粉ジラミは植物から汁を吸うことによって葉っぱや果実を変色させたり枯らせたりする害虫です。ここで問題。大葉から粉ジラミ科の幼虫が見つかりました。タバコ粉ジラミはどちらでしょう。北村さんどうぞ。2番です。正解です。ちなみにもう片方の答えどうぞ。温室コナジラミ。正解です。さすがです。コナジラミはどうやって見分けていますか。体の真ん中が盛り上がって端っこの方は薄いまま、温室コナジラミの方は全体的に体に厚みがあって、私は先輩からコロッケみたいな形だって教わりました。コロッケめちゃめちゃ分かりやすいですね。実際はそのコロッケみたいな形だけじゃなくて環状光の形を確認したり指紋の有無を見て種を判別してます。最後の問題です。これに正解すると 5PQ ポイント獲得です。これに正解したら優勝できるので皆さん頑張ってください。マルカイガラムシは植物にくっついて殻を作り、その中で植物から栄養を吸い取り生活します。その殻は種類によって色や形が様々です。
ここで問題。ライムから丸貝殻虫科が見つかりました。この中でニセヤノネカイガラムシはどれでしょう。ヤラさんどうぞ。3番だと思います。正解です。さすが五十嵐さんです。もっと難しい問題を用意すればよかったです。どんなところを特徴にして判別しましたか。みんな丸貝殻虫科の一種なんですけども、3番のは屋根、屋の根山の根、山の根じゃない、尾根、尾根の世の中ですやったんで、それにしました。ちなみにライムの検査で何か思い出のお話とかってありますか。ライムだと、ヒメハダニっていうものすごく小さいのがいて、それを見つける人がいるっていうのがすごい。いや、わかります。ダニを見つけるのが得意な人って結構いらっしゃいますよね。北村さんは丸貝殻虫科で何か思い出とかってありますか。スーパーで買って家でみかん食べようと思ってパッて見たら3番みたいのついてたんですよ。でそれであいるって思って、はい、一生懸命標本作って同定したらこれは日本にいるヤノネカイガラムシっていう虫で今の3番とは違うやつでした。食糧病ですねそれは。いや私も桃とか最近買ったらマルカイガラムシついてて皮のまま食べようと思ったんですけどもう急いで剥きました。ここで結果発表に移ります。五十嵐さんの優勝です。おめでとうございます。最下位の P 君は貿易官試験の勉強を頑張ってください。皆さんクイズをやってみていかがでしたか。何が出るのかもうドキドキでした。間違いなくてよかったです。P 君はどうだった。勉強し直してください。この動画を楽しんでいただけた方は高評価とチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。書類をチェックしないといけないことがあって、レターケースに入った申請書をこうやって引き出した瞬間に振るってしまったんですよ。国連の検査とちょっと間違えてしまって、もう末期ですねそれ。初期だったね。